皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は大変元気です。まあ、寝起きですけど。はい。はい。ということで、Yahoo ニュースのニューとマークされている、いわゆる最新ニュースをお届けします、えー。どうぞお聞きください。まずは国内ニュースです。明日にかけ広く警報級の大雨恐れということでね。 土砂崩れなど、洪水など、皆さんお気をつけください。はい。そして、従来の保険証も持参をと呼びかけへということでね。マイナ保険証がまだ不完全なんでね。はい。それまでは従来の保険証もちゃんとお持ちくださいということだそうです。はい。次、この転落、消費者庁が防止策調査。 ね、なんかあのガラスのベランダの,あの壁あるじゃないですかあの、ね、枠、あれ良くないらしいですね、あれで見たくなっちゃうみたいですよね、下をね、はい、そうあと高さを怖がらない子供になっちゃうらしいんですよ、あれやると、はい、なんでも隠しちゃうのがいいですね、隠しちゃうのが。はい、次、国際ニュースです。はい、国際ニュース はい、えー、ロシア当局、ワグネルの、んんんワグネルじゃないな、軍ワグネルか軍副司令官を拘束し、尋問か、はいまあ、国内の話なんでね、まあ首は突っ込まないですよ、もう、はい EU ・日本産食品の輸入規制撤廃へ。はい 福島が安全だということがようやく分かっていただけたようで、私はもう嬉しいです。はい。はい、次。グレタさん、ゼレンスキー氏と会談。何の広報活動なんでしょうかなんか関係あるんですか ?ESG と。まあいいや。とりあえず次行きましょう。はい、経済ニュースです。えー、ソニー工場撤退。はい。 非正規労働者の処遇は未定ということだそうです。これ一緒に発表しちゃえばよかったのにね。はい。次。楽天株で損失計上へ。日本郵政。確か800億円ぐらい損失したみたいですね。楽天株が下落した影響でね。はい。次。大丸松坂屋。3億9000万円の申告漏れか。これね。 免税カウンターでパスポート全然違う人なのにいいよって言って消費税あのリファンド返還しちゃったとかもうもうガン,ガンガンガン返却しちゃったみたいなんですよあの消費税をそれで客を呼び込んだみたいな大丸松坂屋新米橋店はもう儲け放題だみたいな結局彼らは 買って持ち帰って自分で使うんじゃなくて消費税分10%引かれるじゃないですか。つまり安く買えるわけじゃないですか。その安く買った状態で転売するらしいんですよ。はい。そういうことをするらしいんですよ。はい。だから大量のものを買って、で免税カウンターで人のパスポート見せて他人の。 パスポート見せて、免税ってお願いします、みたいな感じで。で、大丸松坂屋さんも儲かりたいもんだから、はーい、みたいな感じでやってたらしいんですよね。はい。追徴課税です。はい。こんなずるやっちゃいけませんよ。ブランド価値が下がりますよ、大丸松坂屋さん。気をつけてください。はい。次。はい。えー、エンタメです。えー、渡辺謙が再再婚していたという報道。 はいまあ、どうでもいいですね、個人のことなんでね、はい、いいじゃないですか、別にね、再初婚ぐらい,、はい。ハリウッド俳優なんて4回か5回ぐらい結婚してる人いますよね、はい、はい、星の弦が世界陸上新テーマ曲、ああ、とうとうそこまでね、来ましたね、はい、BiSH 解散ライブ、涙と笑顔で別れ、はい、お疲れ様でございます。次スポーツ 大谷翔平が29号ホームラン134メートルの特大弾ということで、調子いい,い,いですね。はい。で、その大谷に申告敬遠、球場大ブーイング、そう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 でしょうね。大谷が打つところを見たいんですから。はい。これだけのホームランキング。はい。熱湯甲子園に 斉藤佑樹氏が再加新加入。どういうことでしょうかね。これはあれですかね。役員としてみたいな感じですか、ね、そういう応援サポーターとか、なんかそんな感じですかね。はい次、IT ニュースです。IT ニュース。はい、えー、坂本雄二氏、ネットフリックスと5年契約。ほ 坂本龍二さんまだ稼いでるんですね。すごいですね。はい。はい次。え、ファイナルファンタジー16。あこれ昨日言った。はい。はい昨日言ったニュースばっかりです。飛ばします。はい次科学です、えー。食物アレルギーの児童生徒52万人。これね。アレルギー性食品は早めに食べさせた方がいいのに、なんか遅らせる人がいるらしいですよね。 それがいけないらしいんですよ。はい。皮膚から入ってしまうとアレルギーになるんですよ。皮膚から混入すると。はい。アレルギーになるんですよ。だから、先に胃で慣れさせておくのがいいんで、どんどん食べさせた方がいいんですよ。本当は。なのに食べさせないから、皮膚から先に入ってしまってアレルギーになるということらしいですね。はい。次。車を最速で冷やす方法。JAF が検証。 エアコンで冷やす。<laughs> そんなオチですかもう、面白いな <laughs> はい。はい。ニュースは以上でございます。皆さんはどんなニュースが心に残りましたか印象に残りましたか私は大丸松坂屋の不正が許せないですね。あの、やっちゃいましたすいませんじゃないんですよ。いや、わざとやってるんですから。わざとやってて深刻漏れなんですから。 もうこれ許せませんね。はい。はい。もうダメです。そんなのダメです。はい。もう大丸松坂屋行きません。はい。はい。あ、あ、そうか。銀座6大丸松坂屋でしたっけ。じゃあ行くしかねえか <laughs>。けど、ちょっと注意喚起を起こしたいと思います。はい、他の百貨店も大丈夫ですかやってませんか大丈夫ですかはい。他の百貨店ビクビクしてたりしてね。はい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 、ということで、 今日のニュース以上でございます。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。